こんにちは、天音長時間発酵パン教室シクリエのゆうこです。今ちょうどレッスンが終わったところなんですが、余った食材があるので、じゃん、こちらですね。これを使ってこの間 YouTube で見たパンにも合いそうな美味しそうな一品を作っていきたいと思います。楽しみにしてください。まずはカッテージチーズを作っていこうと思います。牛乳 250cc、 レモン汁が小さじで1杯、そしてお塩3本指で3つまみくらいかな。はい、入れていきます。そしたら火にかけていきます。弱火と中火の間ぐらいにして、まずは材料が均一になるようによく混ぜます。混ぜたら火を弱火にして、ここでじっくりと火をかけていきます。で、牛乳を火にかけている間にいちごを切っていきます。ヘタを取って、はい、牛乳加熱して2分ぐらい経ちました。するとこんな感じ、見えますかね、もろもろもろっとしたのができてます。そしたらこれをペーパーを引いたザルの中に開けていきます。こんな感じでトロトロトロと乳製っていうのが出てますので、しばらくザルに置いてこしていきたいと思います。はい、こんな感じで水が切れた頃に粗熱も取れてると思うので、しっとりしたカテチチーズをボウルに移します。ここにさっきのいちごをバラ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 豪快に全部入れていって、今日は蜂蜜入れていきます。私の見た動画ではメープルシロップだったんですけど、ないので蜂蜜で代用します。メープルもね、絶対美味しいですよね。一回しぐらい入れていって、これで和えていきますよ。絶対美味しいですよね、では仕上げていきますよ。お皿にレタスを持って、先ほどのいちごとカッテージチーズのマリネをわしゃ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 乗せていきます。そしたらこれは、ドレッシングです。お酢とお塩とお砂糖とオリーブオイルで作ったシンプルなフレンチドレッシングみたいなドレッシングですね。こちらをかけて、完成です。